さてここからは今日の TCK を振り返ります。まずは第1レースからご覧ください。枠入り完了、スタートしました。遅れたのは7番ハヤブサクイーン、最後方からの競馬、内から出ていく2番のアイスキング、追ってくるのは10番のカリスマ1台、2頭が抜け出して後ろを離していきました。早くも4馬身5馬身と離れて6番ヤマトシルビア3番手、それから8番サウザンマイルズ、9番ジェニーグロー、内は1番のリュウワンオレッジ、1コーナーのカーブです。その後ろに4番のフレンドキョウ、5番のロケットペンダント、後方は3番のトップタルマエ、7番のハヤブサクイーン、前2頭並んで後ろを離しています。2コーナーカーブから向こう上面、2番アイスキング、10番カリスマ1台、2頭並んだ体勢、大きく後ろを離しています。大きく離れて3番手には8番のサウザンマイルズ、外6番のヤマトシルビア、2馬身相手9番のジェニーグロー、5番手追い上げようという4番フレンドキョウ、内から1番のリュウワンオレッジ、さらには5番のロケットペンダント続きます。後方は3番のトップタルマエ、最後方7番ハヤブサクイーンで変わりません。依然前2頭が3番手の後方を離して3コーナーのカーブ、ここで2番のアイスキング単独トップに変わりました。1馬身リードを取る、懸命によって10番のカリスマ1台、前に食い下がろうとしますが少し離れていく、400切りました。3番手以下が迫って回りました。一気に追い上げる8番のサウザンマイルズ、それから6番ヤマトシルビア、9番ジェニーグロー、直線に向きました。先頭は2番のアイスキング、リードが2馬身ぐらい、2番手追ってくる8番のサウザンマイルズ、200を切りました。前に並んでくれ、3番手からは6番のヤマトシルビア、9番ジェニーグロー、前に迫って回りました。あと 100m、 今度は先頭8番のサウザンマイルズ、食い下がる2番アイスキングに追い込んでくる9番ジェニーグロー、さらには3番トップタルマエ、先頭サウザンマイルズ、ゴリ。第1レース勝ったのは8番のサウザンマイルズ、勝ちタイム1分43秒7、デビュー58戦目の初勝利です。鞍上は高橋翔平騎手です。最後に入って枠入り完了、スタートしました。好スタートを切ったのは11番レイオブホープ、内からは1番の春のマリーナ、上がっていきます。2頭が抜け出して3番手7番のベジタブルストア、その後ろ押しながら12番雪のリッキー、内には3番の千住エースが続きます。中段9番フェイクプログラム、外側に13番ヤマトホープシップ、あとは広がって内から2番ブラックライジング、外10番ロマンエクスプレス、間に6番北総ルビー、開いて後方は青い帽子の2頭、5番マイネルイデア、後ろから2頭目シンガニが4番のコスモビテスです。少し射点長い展開になりました。3コーナーから3、4コーナー中間へ、先頭1番の春のマリーナ、また並んでくる11番のレイオブホープ、2頭並んで3、4コーナー中間、2馬身差7番のベジタブルストア3番手、さらに2馬身相手12番雪のリッキー、その後ろに3番千住エース、直線に向きました。前2頭並んだ体勢、1番春のマリーナ、11番レイオブホープ、2頭の後ろは2馬身半、3馬身相手7番のベジタブルストア、じわじわ前2頭との差を詰めてくる、200を切りました。4番手開いて追い上げてくる3番千住エース、その後ろからは5番のマイネルイリア、前は振り切って1番春のマリーナ先頭を突き放した。2番手レイオブホープの内からベジタブルストア、外から追い込んでくる千住エース、内からは9番のフェイクプログラム、2番手接戦、春のマリーナ先頭ゴリ。第2レース勝ったのは1番の春のマリーナ、勝ちタイム1分14秒3、人気に応えました。鞍上は池谷拓人騎手です。枠入り完了、スタートしました。ほぼ揃いました。10頭です。押して出ていく4番のキャプテン藤井、先頭に立っていきます。追っていく9番のマジェスティア、その内からは8番のカミノアスール、カミノアスール、マジェスティア、前に並んでいって3頭広がりました。向こう上面直後4番手5番手並んで3番マジニの茅ヶ崎、5番の高原マース続きます。2馬身相手6番マルカンラニ中段、さらに後ろも2馬身3馬身と空きました。10番のレジェンドライン、これを追って1番のキバルエース、並んで7番カシノ弁慶、しんがり3馬身4馬身と離れました。2番のサルサロマンティカ最後方です。前の集団固まりましたが展開は縦長、これから3コーナーのカーブ、逃げる4番のキャプテン富士先頭、1馬身のリード、2番手が8番のカミノアスール、
600を切りました。その外9番のマジェスティア、後ろに迫ってきたのは6番のマルカンラニ、外目からマルカンラニ前を追って上がってきました。内を通るのは3番マジニの茅ヶ崎、さらには5番の高原マー続きます。4コーナーカーブから直線に向かうところ、先頭は4番キャプテン富士、2番手上がってきたのは9番マジェスティア、その外から6番のマルカンラニも迫ってくるが、先頭逃げる4番のキャプテン富士リードを少し広げにかかります。2馬身のリード200を切りました。2番手6番のマルカンラニ、マジェスティア交代して代わって追い上げてくる5番の高原マース、内をつくのは3番のマジニの茅ヶ崎、大外から1番のキバルエース突っ込んでくる、先頭は振り切った4番のキャプテン富士、キャプテン富士逃げ切ってゴール。第3レース勝ったのは4番のキャプテン富士、勝ちタイム1分28秒2、デビュー4戦目の初勝利です。鞍上は横川レオ騎手です。12頭揃います。スタートしました。出ていくのは9番歓喜の涙、内から1番のアセット銀河、さらには10番のジュライナイン、12番つくし、13番ベネチアフレイバー、前は広がりました。2番フランコニア、4番ゴールドエポレット、その後ろ、さらには5番のロンドンブルース、11番ローレン草薙続いていきます。中段あたりまで固まって、あとはばらけ加減で6番カットビホッキマン、後ろから3頭目開いて後方3番ルレット、8番のチバリオを並んでいます。ばらけてきまして展開縦長600通過、前は1番のアセット銀河、9番歓喜の涙、2頭が並んで3、4コーナー中間、2馬身差13番ベネチアフレイバー、外10番のジュライナイン、これが前2頭を追って4頭また固まってきました。直線に向いています。今度は先頭9番歓喜の涙、わずかに抜けるところ、外から追ってくる13番のベネチアフレイバー、後ろから足を伸ばしてくる4番のゴールドエポレット、3番手に上がってくる、200を切りました。前は変わって13番ベネチアフレイバー抜け出した、2番手9番歓喜の涙、差を詰める4番のゴールドエポレット、あとは4番手離れて5番ロンドンブレース、前は突き放した13番ベネチアフレイバー、先頭ゴール。第4レース勝ったのは13番のベネチアフレイバー、勝ちタイム1分13秒9、人気に応えデビュー2戦目の初勝利です。鞍上は西啓太騎手です。ゲートに入りました。枠入り完了。スタートしました。スタート直後8番のデイムコマンダージョッキー落馬競争中止、8番デイムコマンダー落馬競争中止です。前は1番のスペキアリス、5番のプレストベガ、2頭が並んで出ていきますが、プレストベガ先頭に立っていきそうです。3番手集団広がって、2番マイネルカゲツ、4番フェア名言、外は11番のコンピエーニュ、開いて10番北のデイジョブ続いていきます。展開縦長1、2コーナー中間、先頭5番のプレストベガ、外から追って2番手1番のスペキアリスです。3番手2馬身半後ろ11番のコンピエーニュ、向こう上面に出ました。その後ろ広がってきて2番のマイネルカゲツ、外から追い上げる10番北のデイジョブ、間には4番のフェア名言、2馬身後ろ7番サブノタカトラ、その後ろに6番のグリーンジェイド、あとは3番のプナヘレが続いていきます。スタート直後8番のデイムコマンダーはジョッキー落馬競争中止、前は3コーナーカーブに向かいます。一気にここで11番のコンピエーニュ前に並んでいきました。前は5番のプレストベガ、11番コンピエーニュ並んだ体勢、1番スペキアリスは交代、2頭の直後3番手10番北のデイジョブ、4番手は3馬身後ろ2番のマイネルカゲツ、これを追って7番サブノタカトラ、4コーナーカーブから直線、5番のプレストベガ並んでくる、11番コンピエーニュ、そして10番北のデイジョブ、今度は北のデイジョブ、コンピエーニュ2頭が並んだ体勢になった。3番手追ってくるのは7番サブノタカトラ、その内から2番のマイネルカゲツ、大外は3番のプナヘレ、先頭抜けたのは10番北のデイジョブ、2番手コンピエーニュ、外からプナヘレ、内外広がって2番手接戦ゴール。第5レース勝ったのは10番の北のデイジョブ、勝ちタイム1分42秒3、デビュー9戦目の初勝利です。鞍上は三河本範文騎手です。キャンドルベリーゲートに入ってスタートしました。遅れたのは3番東京スター、
13番キャンドルベリーもあまりに飛び出してありませんでしたが、巻き返して中段外に上がっていきます。前の争いは7番のオゼイユ先頭に立ちますが、外からスーッと12番の熱海聖光上がっていきます。間に8番ロレオスターメイト3番手、4番手集団固まって、この圏内から13番キャンドルベリー前に上がっていきました。それから1番オーバックス、10番ドナブライドル、間を通って6番のシンフェイス、直後に5番のクラウンスター、それから2馬身ぐらい相手4番望月の頃、11番ワイドマティーニ、3番の東京スターと続いて後方は離れました2番のハタノラトゥール、最後方は9番のイッツバットです。前は3コーナーのカーブ、逃げる12番の熱海聖光先頭、600を切りました。手が動いて2番手、体半分差8番ロレオスターメイト、その外に13番のキャンドルベリー、4番手手が動く7番のオゼイユ、これを追って6番のシンフェイスが迫ってきました。内5番のクラウンスター、続いて4コーナーカーブから直線、逃げる12番の熱海聖光、外から2番手に上がってきた13番キャンドルベリー前を追います。3番手8番ロレオスターメイト、内を通りまして7番のオゼイエ、さらには外から6番シンフェイス迫って、残り150、先頭12番の熱海聖光粘っている、追ってくる13番のキャンドルベリー、この2頭が並んでくる 100m。 3番手食い下がるロレオスターメイト、内からオゼイエ、前2頭、8枠2頭接戦、熱海聖光キャンドルベリー並んでゴリ。第6レース勝ったのは13番のキャンドルベリー、勝ちタイム1分28秒0、これで連勝です。鞍上は和田ジョージ騎手です。枠入り完了です。スタートしました。少しばらついた飛び出し、1番のビッグプーカオ、スタートはよくありませんでした。一方コースタート好ダッシュは9番のエーギルが抜けていきますが、内から2番のバーロット、間を通るのは5番のナチュラルフィーバー、それから外に8番のモンゲーサクラ、モンゲーサクラ、ナチュラルフィーバー、まずは2頭が先行していきます。2番のバーロットが3番手の一戦でここまで巻き返してきました。1番のビッグプーカオ、外には9番のエーギル、3コーナー後ろは3番チュートリス、あとは後方の一角に10番フルーツパフェ、内には4番ブラックバローズ、3コーナーをカーブしていきます。7番のリックイノスケが後方2番手、そして少し離れて6番のトニージャスティスが最後方、3、4コーナー中間を通過して前は4コーナーへ、先団は固まりました。5番ナチュラルフィーバー、8番モンゲーサクラ、外に1番のビッグプーカオ、それから9番エーギル、4頭広がって4コーナーから直線、今度は外の2頭が抜けてくる、9番のエーギル、1番ビッグプーカオ、後ろは食い下がって8番のモンゲーサクラ、さらにはナチュラルフィーバー、後方から追い込んでくるのは4番ブラックバローズ、200を通過、1番のビッグプーカを先頭、追って2番手9番エーギル、3番手以下、後方からは10番フルーツパフェ、内からは2番のバーロットも追い込んでくる、中を割ってくるトミージャスティスが2番手に迫ってきた、先頭を突き放してビッグプーカをゴール。第7レース勝ったのは1番のビッグプーカを、勝ちタイム1分13秒7、人気に応えこれで9連勝、鞍上は笹川翼騎手です。第8競走枠入り終わってスタートしました。9番のミキのからくり箱、伸び上がるようなスタート、現在最後方、出ていくのは5番のミツカネジュピター、外から追っていくのは7番のプレストスター、その後ろ広がって8番ロードオブシャドウ、外には14番エルナンデス、直後には6番のトランセンデンタル、1コーナーカーブへ、内には3番ハーモニカ、2番のハイパワー全開、先団の後ろに1番のエコロタイタン、外に並んでいく11番のフレームジョーカー、各馬が 1,2 コーナー中間へと差し掛かります。展開は縦長です。わずかに先頭は5番のミツカネジュピター、リードは首ほど、並びかける14番エルナンデス、2頭並んで向こう正面に出ました。開いて3番手7番のプレストスター、体半分外に8番のロードオブシャドウ、間が空きまして先団の後ろ6番のトランセンデンタル、その内には11番のフレームジョーカー、それからインコースに2番のハイパワー全開、開いて中段まで巻き返してきました9番ミキのからくり箱、あとは中段後ろ3番ハーモニカ、1番のエコロタイタン、さらに後ろの圏内は固まって12番の池のギャルちゃん、その圏内外には4番のプリムラクラセ、3コーナーをカーブしていきます。さらに外からは13番のダンスメーカー、最後方は10番のメッサーマイスター、固まりました。1段で3、4コーナー中間から4コーナーカーブへ、わずかに先頭は5番ミツカネジュピター、外から追っていくのは8番ロードオブシャドウ、内には7番のプレストスター、外に行ったのは11番のフレームジョーカー、4コーナーから直線、
前広がって乗り比べ、200を通過します。今度は7番プレストスター、8番のロードオブシャドウ、大外からは2番のハイパワー全開伸びてきた。抜け出したのはプレストスター、迫ってくるのはハイパワー全開、内は粘って三つ金ジュピター、先頭は7番のプレストスターゴールイン。第8レース勝ったのは7番のプレストスター。勝ちタイム1分41秒4、鞍上は藤本元気騎手です。枠入り終わってスタートしました。少し遅れたのは7番のサヨノトレーダー、他の各馬は揃って出ました。出ムチが飛ぶのは2番の有頂天、有頂天が先頭に立っていきます。2番手は8番のファイトキング、そのうちには3番ユイの短期待ち、前3頭固まってきて4番手に5番のペイシャスカイ、早くも流れが落ち着いてきました。そのうちには4番スパイダーバローズ、1番のブレッシングクライ、さらに後方に7番のサエノトレーダーと9番のラインストリーム、最後方は6番のコスモ銀河、先頭から最後方までは7、8馬身の圏内、固まって1、2コーナー中間に差し掛かります。先頭は2番の有頂天、ペースを握ってリード1馬身ぐらい、8番のカイトキングが2番手、さらに1馬身後ろ3番手、3番のユイの短期待ち向こう上面に出ます。ここに並んでいくのは5番のペイシャスカイ、それから4番のスパイダーバローズ、3番手集団3頭固まっていきまして後ろが離れました。後方4頭、9番のラインストリーム、内には1番のブレッシングクライ、外に7番のサヤノトレーダー、1頭離れて6番のコスモ銀が最後方、向こう上面中ほどからこれから3コーナーへ、2番の有頂天先頭変わりませんが、外から並びかける8番のカイトキング差を詰めていきます。有頂天はムチが飛びます。3コーナー外には4番スパイダーバローズ、3コーナーに入りました。内には3番ユイの短期待ち、後ろ少し離れて5番のペイシャスカイ、インコースには9番ラインストリーム、3、4コーナー中間から4コーナー、後方には7番サヨノトレーダー、さらに後ろに1番のブレッシングクライ、かわしていってコスモ銀河、4コーナーから直線、8番のカイトキング先頭に変わりました。内は2番の有頂天が食い下がる、2頭に迫ってくるのは3番ユイの短期待ち、4番のスパイダーバローズ、さらに外にはラインストリーム、大外にはサヨノトレーダー、200を通過します。先頭は8番のカイトキング、追ってくる3番ユイの短期待ち、馬体を離して迫ってきた。後方からはラインストリーム、サヨノトレーダー、4番のスパイダーバローズ、前は8番のカイトキング、3番のユイの短期待ち、外から7番サヨノトレーダー、広がってゴールイン。第9レース勝ったのは8番のカイトキング。勝ちタイム2分8秒0、鞍上は森大斗騎手です。枠入りが終わりました。スタートしました。少しばらついた飛び出し、好スタート好ダッシュ、8番のトニーヒアロ、内からは4番のレベルティ、並んでかわしていくか。2頭で先行して3番のロジディープが3番手、並びかける9番のカフジタウルス、先段の後ろに5番のバトルスカーズ、2番のアエノジェネシス、それから6番の名将マクフィー、ここまで前から7、8馬身の圏内にぐっと固まって後方4頭ばらけていきました。後ろは7番のラウディ、並びかけるのは11番のオリエンタルアイル、3コーナーカーブへ、1番のカラフルフレスコ後方2頭目、そして最後方は10番のコスモマギカです。各馬が3、4コーナー中間に差し掛かります。先行するのは4番のレベルティ、そして8番のトニーヒアロ、3、4コーナー中間から4コーナー、3番手に上がってきて9番のカフジタウルス、4コーナー後ろは3番ロジディープ、外に行ったのはアエノジェネシス、それからバトルスカーズ、4コーナーから直線、今度は先頭変わって8番のトニーヒアロが抜け出す。ここに襲いかかるのは9番のカフジタウルス、7枠両頭競り合って200を通過、3番手以下追い込んでくるのはアエノジェネシス、それからバトルスカーズ、内を狙ってくるのは3番ロジディープ、後方からは1番のカラフルフレスコも追い込んでくる、前はトニーヒアロ、カフジタウルス、並んでゴールイン。第10レース勝ったのは9番のカフジタウルス。勝ちタイム1分13秒5、人気に応えこれで連勝です。鞍上は矢野貴之騎手です。枠入りが終わりました。スタートしました。少しばらついた飛び出し、指定対決は後方から、そして4番の福島ギアも後ろからの競馬です。広がって出ていくのは内から1番のアウストロ、並びかけるのは3番のキングオブザナイル、
外には6番のジョーホック、それから15番のリコールガーと行きました。先団に加わっていくのは16番のチェルカトローバ、前を見ながら2番の南西ホワイト、後ろ少し開いて8番宣言トップ、7番のルックアップ、さらに後方も離れて11番のドゥーロアバンティ、12番のカナリアフレイバー、さらに後ろの圏内に9番指定対決、14番グロリオサ、後方待機は5番の永田エース、13番のコロンバージュ、そして4番の福島ギア、縦長で2コーナーをカーブしていきます。3番キングオブザナイルが先頭、リード1馬身、6番のジョーフォック2番手、さらに体半分、15番のリコールガー3番手、前3頭固まって4番手少し離れて、16番のチェルカトローバ、内には1番のアウストロ、開いて中段に2番の南西ホワイト、前を見ながらの位置、さらに後ろは7番のルックアップ、8番の宣言トップ、中段より後ろに11番のドゥーロアバンティ、9番指定対決、外には12番のカナリアフレイバー、あとは後方勢離れました、5番の永田エース、14番のグロリオサ、1頭かわしていって4番福島ギア、最後方に下がったのが13番のコロンバージュ、縦長のまま3コーナーをカーブしていきます。前は3番キングオブザナイル、先頭変わりません。2番手に上がったのは15番のリコールガー、4コーナーカーブへ下がった6番ジョーホック、かわしていって2番の南西ホワイト上がってきた、その後ろの圏内からは8番の宣言トップ、4コーナーから直線へ、前は3番キングオブザナイル、外から2番の南西ホワイトが並んで捉えるか、内はキングオブザナイル、2頭の追い比べで200を通過、離れた3番手は8番の宣言トップ、あとは追い込み勢カナリアフレイバー、ルックアップ大外からは永田エースも突っ込んでくる、中を割ってくるグロリオサ、先頭は2番の南西ホワイト、キングオブザナイル2番手、南西ホワイト先頭でゴール。第11レース、勝ったのは2番の南西ホワイト、勝ちタイム2分7秒6、人気に応えこれで3連勝、鞍上は笹川翼騎手、本日2勝目です。スタートしました、15頭横に広がりました。まずは3番のベニッシモが出ていきます。外から追っていくのは11番のアバグネイル、4番のフーククリスタル、さらには8番のユーシンイモンと広がって先行します。後ろも固まって10番のイルベント、外には12番のサトノレガリア、1コーナーカーブに差し掛かります。後に取り付くのは5番のケイトップロード、その後ろに1番のホルデュラン、並んでいくのが14番のバリチューロ、縦長で2コーナーカーブに前は差し掛かっていきます。4番フーククリスタル先頭、リードは1馬身半から2馬身、11番のアバグネイルが2番手、2コーナーカーブ、3番手開いて8番のユーシンギモン、内から接近3番ベニッシモ、向こう正面に出ました。5番のケイトップロードが5番手、少し開いて1番のホルデュラン、外に12番のサトノレガリア、離れて中段、上がっていくのが16番のトップロイヤル、そのうちでムチが飛ぶのは10番イルベント、あとは中段後ろに14番のバリチューロ、後方は6番のジャミール・フエルテ、離れて15番のティーズ・アレディ、さらに後方の圏内2番のキラカイドウ、7番のモンゲートラオ、9番のトゥモローアンセム、縦長のまま3コーナーをカーブして前は3、4コーナー中間、先頭4番フーククリスタル、リードがなくなりました。差を詰めていって11番アバグネイル、4コーナー、外には8番ユーシンイモン、内を狙ってくるベギッシモ、4コーナーから直線へ、前は4番フーククリスタル粘るが、外から迫ってくるユーシンギモン、200を通過、ユーシンギモンが今度は先頭、その内を救ってくるのは3番のベニッシモ、2頭争い、ベニッシモ先頭に変わった、ユーシンギモン2番手、3番手はトップロイヤル、後方から10番のイルベントが追い込んできて2番手に迫ってきた、先頭ベニッシモゴール。最終第12レース、勝ったのは3番のベニッシモ、勝ちタイム1分41秒3、デビュー19戦目の初勝利です。鞍上は菅原良太騎手です。ここまで今日の TCK を振り返りました。